プロ野球のペナントレースが終わると、プロ野球ファンの間ではドラフトや FA が話題に上ります。そこで今回は今季 FA 権を取得したオリックス・バッファローズの山崎福也選手を紹介したいと思います。複数球団が獲得調査に乗り出しているとのことですので、FA 権を行使するならば競合必至の選手です。この動画は5つの構成でお話しさせていただきます。では早速いきましょう。ツバメ野球日和。山崎福也とは、山崎福也は1992年9月9日生まれ、埼玉県所沢市出身のプロ野球選手です。守備位置は投手。左投げ左打ち、188cm、95kg。 先輩たちからは幸と呼ばれているようです。小学生から野球を始め、中学時代は所沢中央シニアでプレー。当時から主に投手でプレーしていましたが、持ち前の打撃センスを生かすため一塁手を守ることもありました。しかし高校入学を前に、神様は山崎選手に試練を与えるのでした。中学卒業後は東京の強豪校日大三高に進むことが決まっていましたが、母の勧めで中3の冬に精密検査を受けたところ、脳腫瘍が発覚。医師から生存率 10% と告知され、この時死を覚悟したと山崎選手は語っています。北海道大学病院で手術を行い無事成功。目を覚まし医師から野球を続けられると伝えられた時、どうしても野球を続けたかったというや、正木選手は相当嬉しかったでしょうね。日大三高に入学後、1年の秋から一塁手としてベンチ入り、2年の夏の甲子園では一塁手としてプレーします。そして3年の春の甲子園では、山崎選手は投手として全5試合に先発し、準優勝に貢献。さらには、5番打者として13安打を放ち、選抜甲子園の1大会における通算安打数最多タイを記録。山崎選手は今も交流戦で良い打撃をしてますからね。なんと投手ながらプロの舞台で代打起用されたこともあります。また日大三高の1学年下には阪神タイガースに入団した高山俊選手がいます。高山選手は卒業後明治大学に進学したので、大学でも2人は一緒です。山崎選手は高校卒業後、野球の名門明治大学へと進学します。明治大学では2年の春からローテーション投手の一角を担い、3年生の時には2期連続でベストナインを受賞しました。3年生の時には日米野球大会の日本代表に選出。そして2014年プロ野球ドラフト会議にてオリックス・バッファローズから1位指名を受け入団しています。山崎家は野球一家、父は元プロ野球選手。山崎家は野球一家で、兄の福幸さんは聖望学園高校の時には甲子園に出場し、國學院大学に進学。そしてセガサミーに入社後も野球を続けていました。現在は引退し、社業に専念しています。山崎福也選手は脳腫瘍の手術をした翌日、福幸さんが甲子園に出場しているのをテレビで観戦。それのおかげもあって驚異的な速さで回復することができたと後日語っています。そして山崎選手の父である明弘さんは、なんと元プロ野球選手です。強打のキャッチャーであった明弘さんは巨人から2位指名を受け、育英高校を卒業後巨人へ入団。1980年から1989年までは巨人でプレーし、1990年から日本ハムファイターズへ移籍。1991年に現役を引退しています。その後数々の球団で指導者として野球に携わり、2023年現在は女子野球チームの兵庫ブルーサンダーズで監督を務めています。兄と父が野球をやっていると、自分も当たり前のように野球を始める気持ちはわかりますね。山崎福也のプレースタイル。山崎選手は緩急をつけた投球が特徴的で、
最速150キロの速球と90キロ台のカーブを巧みに操ります。2種類のカーブの他にはスライダーやチェンジアップ、フォーク、カットボールなどを投げ分け、打者に的を絞らせない投球で安定感があります。先述したように高校時代から打撃の評価も高く、まさに野球センスの塊のようなプロ野球選手です。プロでの成績、新人である2015年から開幕ローテーションを任されましたが、なかなか結果を残せずに一軍登録抹消。以降チーム事情もあり、中継ぎと先発を行ったり来たりしてしまいます。2018年3月には愛知県出身で2歳年上の一般女性と結婚しています。2020年以降は基本的に先発投手としてローテーションの一角を担います。2023年は前半戦から好投を続け、初のオールスターへと選出。また自身初の2桁勝利を達成し、チームの3連覇に貢献。飛躍の1年となりました。 FA 権を行使するのか。山崎選手は2023年に初の2桁勝利を記録し、充実したシーズンを送っています。所属するオリックスバッファローズはパリーグ3連覇の黄金期を迎えていますが、エースの山本由伸選手が近い将来ポスティングシステムを利用して海外挑戦することは周知の事実です。今季オリックスで2桁勝利を達成したのは山本投手、宮城投手、そして矢正樹投手の3人です。その3人のうちの2人を失うとなると球団側には大損失ですので、山崎選手には精一杯の誠意を見せた残留交渉を球団側は行うはずです。2023年現在の山崎選手の年俸は6000万円。引き止めるために球団側は年俸1億円ぐらいは用意するとは思いますが、山崎選手のポテンシャルであればもっと高額の契約を提示する球団が出てきてもおかしくありません。パリーグは DH 制だけど、セリーグは違うので打席に立つ機会もあります。セリーグに移籍したらもっと面白くなりそうです。ヤクルトと巨人、DeNA、ソフトバンクが山崎選手の獲得調査に動いているとの情報があります。今回は FA 宣言すれば争奪戦必須の山崎福也選手について紹介させていただきました。まずは FA 宣言をするのかどうか、そしてもし FA した場合にはどこの球団を選ぶのか、今から楽しみですね。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。